ブロックものともしません。ワンタッチを取りました。さあここまでの両チームの立ち上がりといいますか状況をご紹介しておこうかと思うんですが、富士フイルムがね、上位に進出がかかっている試合だということで硬くなってるかなという感じもしましたけども、全くそれはありません、はい、逆に新日鉄はこの試合にまでに関わらずもうベスト4進出が決まっているわけです、しかし、最後の試合ですし、この富士と新日鉄というのはやっぱりこの日本リーグのやっぱりゴールデンカードですよね。過去何回も決勝を争ったチームですから、お互いにそういう意味では全くこう力を出し合った戦いぶりになっていると思いますね。本当に新日鉄と富士フイルムというのは日本リーグの中で歴史に残る名勝負を繰り広げてますから ね、 そうしますとやはり新日鉄も負けるわけにはいかない。富士フイルムとすると昨日一昨日2連勝していますから、波に乗って一丁新日鉄食ってやろうというよう な、 そうですね、勢いがあります。放送席高田さん、はい、この富士フイルムの井原監督なんですがね、なんとしてでもやはり4強入りに入りたいんだと、で今日はもう試合前の2時間前からきっちりとした練習をしましてね、非常に燃えてますね。で、そのためにはねとにかくサーブレシーブをきちんと返して富士フイルムの本来の幅のある攻撃をやりたいと、それからサーブで新日鉄の守りを崩して単調な攻撃に追い込みたいんだとこう話してましたね。なるほど。で特にですね影山と海藤が非常に調子がいいん で、 そうです、ね、今日はもう思い切っていきますとこういうことでした。はい、今日は富士フイルムチームには2月で初めアナウンサー、そして新日鉄ブレイザーズの方は大妻英二アナウンサーがそれぞれリポートを入れてくれることになっています。中垣内決めてきました。立ち上がり富士フイルムが2点をリードしましたが、こちらの新日鉄の方も中垣内を中心にした攻めをこう組み立てているようですね。そうですね。影山、もう一度影山、追いつかない。やはりこの影山は高さがあります。江原が飛び込んでいきました。得点は2対0、富士フイルムが2点をリードしています。影山のサーブです。これはエンドラインを大きく割ってしまいました。これで富士フイルムのサーブミスが3本になりましたね。ちょっとやっぱり気負い込んでるかなって感じがしますね、この辺のミスがね、とにかく新日鉄は選手の層も厚いですし、どこからでも攻撃できるので、なかなかそのミスをいかに抑えるかっていうのも大切ですね。小野がアンダー、真鍋がつないで中垣内3枚のブロック、あっ追いつけない。この中垣内はさすがに新日鉄のエース、全日本のもちろんエースでもありますが、今問題はこの中垣内君とね、富士フイルムの6人との勝負、いうことがもう一つの見どころになると思いますけどね。ただ新日鉄もね、長谷君だけじゃなくて、長谷君がちょっとこう捕まってき始めると必ず他へうまく回していきますからね、その辺はもう真鍋君、セッター新日鉄のベテランですからね。そうですね、このところ、はい、大熊さん、校長の中垣選手ですね、猛打賞の話を聞いたんですよ、そうしましたらね、猛打賞に関しては、数打てば可能性が高い賞なんで、よく頑張ったでしょうって感じじゃないですかと意外と軽く話してましてね、ただやはりあの2位のサントリーの大浦のこともかなり気にしてましたね。あ、なるほど、やっぱり言葉とは裏腹にそういう気持ちがちらっとあるんでしょうかね。昨年もね、この猛打賞を中垣選手取ってますんでね、今年も、大体決まりかなと思ったんですが、大浦君にだいぶ追い上げられてきてますね。あと上田が不敗賞ほぼ確実ですし、順調な新日鉄なんですが、こう2試合ピートしませんよ ね、 そうね、昨日負けましたしね、で次へのステップになるんでミスなくしっかり勝つことが大切だと尾形監督ずっと話してたんですが、特に今日負けますと富士が逆に4強入りしてしまいますよね、そうなると今度は富士が新日鉄に対してやるぞという気持ちでね、順位決定リーグに来るんで、ここはしっかり叩いておかないといけないなと監督試合前話してました。なるほど、やっぱり両監督それぞれのこう思いといいますかね、このリーグに対する意気込みが感じられます。そうですね、新日鉄が1点を返しています。得点は2対1。おっとコンビが合わない。真鍋からレフトの中垣内、ナイスレシーブ、海藤が上げた。あ、ドリブルですか。今のも影山が飛び込んでよく繋いだ、ね、いいできるでしたけどね、海藤君がもうあのライト側へ上げようと無理をしたんですね、さあこれで2対2の同点になりました。海藤ブロック、江原です。今日はこの江原もスタメン出場、ブロックを決めました。ブロックポイント3対2、新日鉄逆転です。
時間差、三橋。この辺は確かにベテラン三橋上手いところです。今度はブロックとはいきませんでした、原。はい、海藤選手ブロックで止められましたがね、実は試合前のスタメンの時に井原監督はですね、はい、海藤にしようか亀幕にしようか随分悩んでましてね、はい、それでしばらく考えてから海藤に決めたんですよ、はい、で今またね亀幕選手がベンチに呼ばれて今井原監督と話をしました。アップゾーンに戻ってきましたね。あ、なるほど、はい、そうすると亀幕とのスイッチということもまた出るかもしれません ね。確かにもうこうなってきますと富士フイルムとしては全員バレーで行かなくてはいけませんね。またもや新日鉄の厚い壁が立ちはだかりました。得点は4対2、1点を追加しました。このブロック、その止められた海藤に変えて金巻が登場しました。さあ、この金巻が立ち上がり救世主になれるかどうかですね。そうですね、今回のリーグではそういう場面がね、やっぱり2試合、3試合ぐらいありましたからね。ブロック、アウトです。中垣内のスパイクはさすがにパワーがありますね。ブロックを大きく弾きました。ここで得点は5対2、3点開いたところで富士フイルムが1回目のタイムアウトです。第1セットの序盤は新日鉄が5対2、3点をリードしています。なんとかここで富士フイルムを巻き返していかなくてはいけませんね。前衛には影山、米山、そして松本といます。富士フイルム速攻が決まりました。鮮やか、上田。やはりこの新日鉄のセンター戦というのは速さがありますね。速いですし、まあ、中垣内がまたいますしね、はい、ですから非常に的を絞るのが絞りにくいですよね。まあ、とにかくこの両チーム力のある選手が大勢いますよね、はい、この新日鉄にしてみると上田、それから中垣内、真鍋、それから、高木原もユースで全日本入りしてますので、ね、はい、ユニバーシアードですか、全日本入り。まあ、こういった、そしてこの8番のね、今映ってた小野君、はい、これも非常にサウスポーで非常に力をつけてきた選手ですね。そうですね、はい、今年は大活躍ですよね、183センチしかありませんが、ジャンプ力は1メートル近くあります、はい、こちらがその小野です。サーブレシーブ乱れた、サーブベース、サーブポイント、米山が1点を返しました。5対3です。ここからリズムに乗りたいですね、そうですね、フィリピンとしては。米山のサーブ、今度は深いところ、サーブレシーブが乱れた。中垣内、3枚のブロック破りました。ワンタッチ、こういったサーブレシーブが多少乱れても打ち抜けるのが中垣内のね、強さですね、はい、今の中市のスパークもですね、はい、フリフィルムが3枚ブロックに飛んで、なんとか手には当てましたけど、やっぱり突っ込んでしまいましたからね、はい、センターから切り返した、これまたブロック、10番の坂木原です。この人も身長が1メートル94。ちょっとやっぱり今サーブレシーブがね、高すぎまして、もうあそこにしか上げられないという状況になりましたから、はい、ブロック見破られたわけですね。やはり富士フイルムとしてはサーブレシーブが一つのポイントですね、サーブレシーブを入れて、そしてベテランセッターの米山君がね、はい、他の5人の選手をうまく使っていくという形を取っていかないと、ね、切り返してきます。新日鉄得点は6対3、その差またもや3点差に広がっております。先ほど新日鉄は全日本の選手が多いと申し上げましたが、富士フイルムの方も熊田、海藤、海藤は今ベンチに下がっておりますが、影山、米山、三橋、この辺も全日本を経験している選手が多いですもんね。ベテランでもあるし、技術もある、そして勝ち方を知っていますよね。さあ、それだけにこの試合どう踏ん張るか。江原拾っている、なんとか上げた。影山ブロックされた、3枚止められました。高田さん、はい、今影山選手捕まりましたがね、やはりこの人が昨日おとといとですね、富士フイルムの中でも 60% ぐらいの決定率上げてましてね、はい、ブロックもチームの半分と大活躍で、それでまあ 3-0 2連勝してきたんですがね、はい、今日はその活躍がちょっとまた見られませんね。ですからこれからその影山選手がどれぐらい打ってきか一つのポイントになりそうですね。そうですね、
この影山君もね、サーブレシーブがセッターにうまく入って、はい、レフトオープンギリギリから非常に速い平行トスを打ったり、あるいはそれから中へ切り込んだりという技を持っているわけですね。そういうものがどんどん出てくるようになると力発揮するんですよね。まだ今のところそれがちょっと影を潜めてますんでね。晴れ巻きのバックアタック決まりました。こういった大技のプレーが出てきますとチームの雰囲気も盛り上がってきますからね。やはりこの金巻君、若いですけどもね、はい、非常に安定したスパイク の非常にシュアな選手なんですよね、ミスの少ない、はい、今度はセンターから松本が押し込みました。1点を返しています。6対4 2点差に詰め寄りました。サーバーはベテランの三橋、深いところネットに近いワンハンド、時間差小野です。決めました。さすがにこの辺りは日鉄もそう簡単には手もやらないぞと、今はもうセッターの真鍋君の完全に勝ちですね、はい。まあ、こういったセッターという意味では米山もそれから真鍋も同じ全日本でトスを上げていましたね。そうですね、お互いに同じ時期に全日本でトスを上げて、お互いに特徴がありましてね、はい、真鍋君は非常に確実なトスを上げていく、はい、で米山君はどちらかというとクイックを中心にトリッキーなトスを上げるのが得意というタイプの違うセッターですね。さあそのセッターの2人がね、この全日本並み入るような実力のある選手たちをどう使うかっていうところにあるところですね。そしてね、お互いがね、お互いのチームをよく知ってるわけですね、はい、選手たちのことを、ですからそれがどううまくいかせてくれるかね、はい、中垣内のスパイクが豪快に決まりました。得点は7対4、その差3点。新日鉄がまたもや一歩リード。サブレシーブ乱れました。チャンスボール2で返す、アウトです。前進の旗が上がりました。榊原のスパイクはわずかエンドラインを割っております。辻が助かりましたね、完全にノーマークになってしまった2人だったんですけども、米山狙いすぎましたか。チームを引っ張りますセッターの米山、まあ、昨日富士フィルムは勝ちましたし ね、試合が終わってから米山が燃えてたんですよね、はい。普段は割とクール冷静な米山なんですが、試合が終わってからこう興奮してまして、明日はやりますよ、気合を入れてましたので、昨日の日中成功戦はね、はい、フィフルのほぼ完璧なバレーをしてましたからね。そうですね。センターから松本、さあキャプテンの米山、セッターの米山、今日はどんなトスワークでいくか。まあ、この米山について真鍋としてはですね、やはりこう嫌なところ嫌なところに上げてくる、さすがにうまいですねということなんですが、いやそうですね、で特にね、真鍋君はいいトスがサーブレシーブが入った時にはですね、はい、遠くの攻撃を使って、ちょっとこうサーブカットが乱れたという時にわざとピックを使うというところもありますんでね、非常に変化をさせますから、はい、正確に上げながら時々そういう変化を使っていくというのが、まあ、真鍋君の特徴ですよね、はい。やはりその辺はお互いのセッターも手の内を知り尽くして、そしてかなり読み合っている部分もありますからね。そうですね。中垣内ブロックが決まりました。中垣内止められました。得点は現在8対5、3点差。ダブルBは時間差、おとりで中垣内、強烈なスパイクです。のサーブはネットに引っ張りました。なんとなく表情を見てると冴えないような感じするんですが、どうですか。いや先ほど1本ミスしましたね、ブロックかかりましたね、それでちょっとなんか今気落ちたって感じしましたけどね。またもや中垣内、まだ失敗ありませんね、はい、やはりこの中垣内はとにかく前からでも後ろからでも後ろからでも打てる、はい、特にね昨年から今年にかけての中垣内君はね、はい、非常に打点も高くなってきたし、スパイクのコースも多くなってきたしね、安定してきましたよね。やはりそれまでは時々こうミスがあったんですよね、はい、でも今年のこのリーグに入ってから、昨年の全日本での活躍、それを見ますとね、もう本当にミスのない押しも押されもしない日本のエースに成長しましたね。なるほど。今度は富士フィルムにブロックが出ました。松本です。いやこれで上田君のクイックを2本止めましたね。新日鉄としますと上田のセンターからのビッグ、そして中垣内と、まあ、この辺が攻撃の柱になっているんですが、それを止めたのは大きいですね。あっと行かない、逆に上田がブロック、
ブロックされた分をお返しときましたね。そうですね、新日はもともと非常にブロック力のあるチームだったんですがね、はい、ただ今年今回のリーグに限って言えばですね、その新日鉄のブロックはね、あまりこう活躍させてないんですよね。そうですね、切れてないですよね。チーム成績で見ましても先週まで8位ですよね。大会という、ね、珍しい現象ですよね。要所要所の試合ではちゃんといいブロックしてるんですけどね、はい、まあ、個人でも上田がブロック3位つけていますしね、こういった力はあります。得点は8対6、新日鉄が2点をリードしています。米山が2で返す、拾った、ネットを越えません。江原君がいい読みをしてね、米山さんのツーアタックを完全にレシーブしたんですけどね、この坂原君がちょっとそのフォローができませんでしたね。真鍋、中垣、移動攻撃、時間差、移動を絡めてきました。今のはもう、集中力はね、中垣君を完全にマークしてブロック飛んでたんですよ、はい、でそれを見て、確実にブロックのいないコースをちょっと力を抜いて打ちましたね。この辺がやっぱり中垣君の安定した一つの理由になってきますね。考えてみますと中垣はまだ日本リーグ2年目なんですよね。そうなんですよ、はい、この辺は非常に日本のエースという印象が強いだけに驚いてしまうんですよね。そうですね、2年目にしてでもここまでのチームの柱、それから日本での柱ということになりますと本当に心強いですね。まあ、中垣君の前にはね、この新日鉄は、田中幹康君というエースが、ね、はい、長年活躍しましたけどね、彼もやはり新日鉄に入ってすぐ大活躍をした選手でしたね。ということは本当にそのトップと幹康の戦を確実に歩んでいる。そうですね、その田中幹康さんは今は、新日鉄の総監督という位置についていらっしゃいまして、はい、プレーはなさっていないんですが、そういう人がやはりこうベンチに入ってくれるっていうだけでも心強いものがありますね。新日鉄が2点をリード、得点は8対6、富士フイルム追い上げなりますか。米山から三橋、中垣を追えません。さあベテランが活躍しました。この三橋も年齢からいきますともう31歳なんですね。そうですね、もう 大ベテランになってきましたね、はい、そして三橋と影山というコンビが前衛におります。ここでブロックが出るといいんですが、まあ、富士フィルムはねこれだけサーブミスをしながら、はい、今2点差でくっついてるわけですね、これが今ちょうど中盤に差し掛かってます、はい、これから後半の展開がどうなっていくかね、それによって今日のその試合がこの第1セット目の勝ち負け、この勝ち方負け方、それによって決まっていくんじゃないかと思いますけどね。なるほど、このくらいこれここからが大事ですね、今日の試合は、はい、その大事なところ、三橋のサーブ、上田センターから切り返した。さすがにこの辺り勝負強いですね。そうですね、この8対6、今両チームとも全く点が入らないわけ、はい、もうサイドアウトの繰り返しなんです。もうなんと13回。そうですね、だからこの繰り返しの次にどちらがね、どういう形で1点取るか、はい、これが非常に見どころですね。そして影山拾っている、あっとパスネットですか、はい、さあこれでフィールム、ここから追いつけるか、1点返せるか。影山のサーブ、この辺うまいですね、もう両チームともね確実にサーブレシーブをきちっと入れて、はい、自分たちの持ってるコンビネーションでビシッとサイドアウトを取ってますんでね、はい、熊田、おっ、体勢崩れました。さあ中垣君の強打、オンザラインギリギリいっぱいに決まっています。際どいコース狙いましたね、はい、いやブロックをかわしてここです。田原さん、はい、この中垣に対する富士フイルムの選手たちのブロック対策なんですがね、とにかくまあいろんな攻撃があるんで、そのジャンプをするタイミングが非常に難しいって言うんですね、はい、ですからまあちょっと遅れて飛んだりとかね、まあ、早めに飛んだりとか相手の攻撃を読んでなんとか止めたいんだとこう言ってましたね。なるほど、だからおそらく富士フイルムはねそういう中垣君の強弱、それからコースというこういうものがありますから、確実にビシッと止めるよりもなんとか手に当ててチャンスボールで取ろうというブロックをしてるんじゃないかと思いますね。この中垣3枚のブロック破りました。この辺はもう富士フィール
ないんでしょうか、ね、8対6から2点取って10対6にしたこの2点は中谷君のスパイクですよね。そうですね、さすがに新日鉄のエース。この難しいところ中市打った、決まりました。大きく手を弾かれました。あの体勢からよく打ちましたね。今のは本当に難しいボールでしたけどね、さすが中井君ですね。さあ得点が11対6、この辺でじりじりっと富士フィルム引き離されました。2回目のタイムアウトを取っています。カット頑張っても単発で切って、単発で向こうだって全然良くないぞ。点の取れるところも引き合ったらいかん、引き合ったらこっちは先でな、こっちは。何か井原監督の声も普段より大きいような感じがしますね、ちょっと上振ってるって感じしますね。やっぱりそれだけの気持ちが乗ってますね、はい、それにここまでは、まあ、とにかく相手の動き単発で切るようにということなんですが、そのためにはどうしたらいいですか。やはり結局あのサーブレシブからの攻めが、はい、攻めきれなくって、それで中谷君に逆襲をされて得点されているというケースですから、もう一本一本サーブレシブから のサイドアウトを確実に取っていこうということですね。第1セット終盤に差し掛かろうかというところです。得点は11対6、2回目のサイドアウト、2回目のタイムアウトを取りましたフジフィルム。雨巻が切り返していきます。拾った、つないだ、三橋、エンドラインオーバーしました。苦しくなりました。今のはフジフィルムが久しぶりに来た得点をするチャンスだったんですよね。そうですね、こういうところを抑えておきたかったんですが ね新日鉄メンバーチェンジ、ピンチサーバー津波です。移動攻撃、金巻決まった。あ、このフジフィルムジャンプサーブもネットにかかりました。キャプテンの熊田、さあなんとかここで踏ん張らなければいけないところにちょっとミスが出てますね。そうですね、ちょっとサーブミスが多くなってきてますね、はい、さあそのミスを救うかのような影山のスパイク、2枚のブロックを破りました。この影山がこのところ調子を上げてきておりまして、昨日一昨日の試合でも 50% を超える決定率ですからね。そうですね、中垣バックアタック、ワンタッチを取りに行きました。中垣のスパイクも強弱、それから緩急をつけた、はい、このあたり非常に幅が出てきたように見えますね。そしてね、バックアタックとナックの近くで打つスパイク、はい、この両方ありますんでね、これはもうブロックも確実に違ったタイミングで飛ばなきゃいけないんですね、はい、その辺がやっぱり難しいところですね。で、中盤から真鍋君はチャンスと見たら、はい、確実に中垣君にトップを回してます、でそれを中垣君は期待に応えてスパイクを詰めているという状況になってますね、はい。もうそうしますと、まだ長いですね。あ、来ましたね、はいはい、思い通りの展開と言っていいでしょうか。それが本来の新日鉄のやっぱり持ち味ということですね、この牽引者となっております中垣、得点11対6、キャプテン上田のサーブ、影山レシーブ、バックアタック、金巻、ネットを越えません、ネットですね、途中から海藤に変えて金巻を入れてきたんですが、今一つちょっと硬くなっているんでしょうか、そうでもないと思いますけどね、今のはちょっとタイミングが合わなかったですね。センターから鮮やか松本、特に富士フィルムとしましては攻撃の柱はセンター戦ですよね、ここまでのところはどうでしょうか。この、松本君がね、今のところ富士フィルムの中では一番いい決定率を上げているわけですからね、はい、やはり彼の手数を多くする、でそのためにはやっぱりサーブレシーブがきっと入らなきゃいけないと、そういうことですか。金巻返せません、この辺はちょっと若さですね、やはりね。金巻はまだ20歳です。190センチ、思い切っていってほしいところです。影山止められた、中垣一枚、中垣一が今日はスパイクに、そしてブロックに要素を占めます。13対6、第1セットの勝ち方が大事だ、フジフィルムにとっては第1セットが、まあ、全てと言っていいぐらいの重要性を占めるというお話でした。苦しくなりましたね。米山今度はレフトに上げて、熊田ワンタッチはありません。中盤の8対6の、ね、はい、攻め合い、サイドアウトが10数回続いた、
あのあと中谷君に決められたから、はい、ぐーっと完全にもう新日鉄のペースになってきましたね。そうですね、あっという間に得点は14対6。ちょっと早いぞ。サーブレシーブが乱れた。中谷君2段トス拾っている。チャンスボール、富士フィルム、種まきレフトから決まりました。なんとかしのいでいきます。得点は14対7。さっき2本、まあ、ミスはしましたけれども、こういった思いっきりのある回復を放っていきます種まき。さあチャンスボール、熊田がトスアップ、種まきクロス拾った。中垣、さあこれも熊田が上げた。おっとネットに近い、アウトです。ワンタッチは、ワンタッチないですね。ないんですね、はい、さあこれで2回目のセットポイントです。新日鉄14対7、中盤からの大接戦。サイドアウトが15回ぐらい続きましたか。そこから抜け出しました。17回続いたサイドアウト、それを制して抜け出して得点は14対7。2回目のセットポイント、新日鉄ブロックに勝った。最後はブロック、榊原のブロックで第1セットをものにしました。得点は15対7です。第1セット新日鉄が取っております。セットは新日鉄が15対7、まあ、最後は富士フイルムを振り切って逃げ切ったという、まあ、力の差を見せつけたという展開になりました。この第2セットは富士フイルム巻き返しになるでしょうか。松本、新日鉄もつないでいきます。そして小野拾った、つまみ切れません。あ、マーカー外の通過だったんでしょうか。レシーブが上がらなかったということですね。上がらなかった。新日鉄が立ち上がり1点を先取しました。富士フイルムはうまく気持ちが切り替えられているかどうか。中垣3枚のブロック、決まった。中垣を止めた、松本が止めました。これです。ちょっと中垣君がね、あの打者が遅れましてね、はい、十分な体勢で打ち切れませんでしたね。中垣内の場合にはチームの大体5割から6割ぐらい必要ですね。そうなんですよね。逆に考えますと、はい、止める方としてはその中垣内を止めれば、まあ、全部と言いませんけど半分ぐらいは止めれば、はい、それだけ勝てるんじゃないかというね、気はするんですが、どうでしょうか。それは理論的にその全くその通りなんですよね、はい、ところがそうなってきて中垣内君が決まらなくなってくると、真鍋君はその瞬間だけ他を回っていくわけですよ。そうするとまたバラバラになってしまう。それは、ね、もう最初から最後まで他の選手にいくら決められても、はい、全部中垣内君をマークしていくということができればね、それはまた一つの方法だと思うんですよね、なかなかできないですよね、それがね。金巻ブロックを破った。あー、つながない。真鍋が拾ったんですが、これはね、榊原君がやはり、エースの中垣君にトスを上げなきゃいけないですね。自分を打つ方に回ろうとしましたからね、はい、得点は1対1。立ち上がり同点。そしてこのブロック、つないだ江原、3枚のブロック止めた。さあ富士フイルムが2対1逆転。この第2セットは富士フイルムが逆にリードしました。熊田のガッツポーズ久しぶりに出ましたね。そうですね、この2戦中垣内君と江原君2本ブロック止めましたからね、はい、ナイスレシーブ見た。そうだ、アウト。アウトですね。その前にまあいいレシーブがありました、松本君が本当にバックラインの後ろにいてね、いい位置にいましたね、はい、そういった本当に守りの意味でのファインプレーもありましたが、今度は三橋、ベテランのうまさ、センターから切り返します。フリーフィルムは今のようにサーブレシーブをきちっと入れて、はい、クイックか何かで確実にサイドアウトを取っていきながら、今度は新日鉄のね、攻撃時の甘いところをレシーブ、あるいはブロックして得点していくと、そういうパターンに持ち込みたいんですよね。ということは一発一発よりはむしろ粘って粘って、はいはい、新日鉄をどうにか崩さなきゃいけないというところです。
踏み切ったら逆にもう中林君の当たりが爆発したらどんどん行ってしまいますからね。はい、新日鉄は前衛に真鍋、上田、江原といます。得点は2対2の同点に追いつきました。新日鉄金脇拾っている、アンダーで上げて中垣、アタックラインの後ろからナイスレシーブ、金脇ブロックアウトです。さあどうやら金脇もまただんだん乗ってきましたか。そうですね、あの意味では若手ですけども、この金巻君の出来が、いかんが、富士フイルムをやっぱりこう、ブロック、あっとまだ動いてます、ね、影山です。どうも今日は上田君はブロックがこれで1セット目から続いて3本止められてますね。あ、そうですね、ブロックに割合的を絞ってるのかもしれません。はい、江原うまくブロックをかわしました。ベテランらしい味のあるスタイルですね。そうですね、あのちょっと一瞬抜いてコースを変えて打っていって、はい、一瞬強打かと思いましたがね、はい、30歳なったばかりの江原です。時間差、中垣ブロックワンタッチを取りました。得点は3対3。またこの第2セットの序盤も競り合いの状況になってきました。今のようにね、ちょっとレシーブが上がるともう確実にあの中垣君のところでつないで得点を取ってますね。ああ、今度は逆にブロック、影山君が上田君に止められました。はい、これです、ものの見事。いや、よく読んでましたね上田君は、まあ、完全にあの影山君がインナーの長いコースを打とうとしたんですよね。バックアタック、金脇アウト。まだ荒さがあるかもしれませんが、この金巻という選手は見ておりましてもスパイクには威力がありますし、そういった意味では本当にフジフイルムをこれからまたショットタッチ選手の一人でしょうか ね、 見てて本当に小気味いいプレーをしてくれるんですが、やはりその中にどうしてもミスが混じってしまいますんでね。またその辺が課題でしょうか ね、 そうですね。ですから、それがなくなってくればこれからもう本当にフジフイルムの中心になる選手に座ってくれると思いますけどね。中垣バックアタック、熊田の手を大きく弾きました。やられたという表情の菊間田、淡々と決めて当然というような表情でしょうか。中垣得点は5対3、新日鉄が2点をリード。チャンスボール、新日鉄、見事完全な時間差攻撃、全くノーマークにされてしまいましたね。真鍋君の勝ちですね。得点は6対3、3点を離されたところで富士フイルムが1回目のタイムアウトです。センターを1人動かしても外に残しておけばいいから、ここまでのところはいい形でなんとか追いつくまではいくんですがね、大きくリードするという場面はなかなか来ませんね。やはり富士フイルムの攻めがちょっと甘くなる、はい、そうするとそれを完全にレシーブされて中垣君に逆襲される。でその間にちょっと1本2本というミスがフリフルムに出てしまうと、はい、こんな形でこう点数が離れていくんですね。ちょっとしたミスなんですが、それが点数につながってしまいます。3点差を挽回できるかフジフィルム。6対3、ブロック拾った米山が上げて影山、ワンタッチはありません。サイドラインを割りました、アウトです。松本ブロックされている、影山、江原飛び込んでいきましたがつなげません。しかしナイスファイト。ちょっとフジフィルムがサーブレシーブからの1本目の攻撃でビシッと決めるっていう場面が少なくなってきましたね。そうですね、はい、逆に新日鉄の方が今のように確実に1本でビシッとサイドアウトを取っているということになっちゃってますね。第2セットも新日鉄がじりじりと得点差を広げていきます。7対3。さあ熊田がその流れを富士フイルムに引っ越すことができるか。キャプテンの熊田、前衛は熊田、金巻、そして松本といます。攻撃力があります。中垣決まりました。
もう文句なし、はい、日本のブロックの中をね、きれいに教科書通りに打ち抜いていきましたね。種まき、強打、これは素晴らしいスパイクですね。今のは本当に高い打点から思い切って打ちましたね、はい、やはり今のようにいいパスが上がって、いいタイミングで入っていくか、次はやっぱりこの金巻も力を持ってますね。そうですね、その金巻ではなく、金巻だけでなくて他の選手もそれぞれそういった持ち味がありますからね、なんとかこのサーブレシーブで綺麗に返せば自力を十分発揮できると思うんですが、スニーケスに水を開けられております。得点7対3。また金巻きできた。これは真鍋君のコーレシーブ、そして矢原が決めた。真鍋のレシーブをそしてつないで最後よく決めました。矢原やっぱりこう見ておりまして、苦しくなっても頼りになる選手が何人もいるという感じですね。F フィルムにもこの人がいます。三橋、前衛には三橋、影山、金巻といます。さあここでブロックが高くなりましたね。藤に出るか、このブロックを完全に外しています。中谷君が時間差に回って打ったんですね、はい、で藤フィルムはセンターに飛んだ上田君を完全に回ってるんですよね、前で。ここはやっぱりあの真鍋のトスワークの妙ということですか。そうだと思いますね。拾っています。チャンスボールが返ってきました。三橋センターからフェイント、拾った、2で、おー見事、絶妙なコンビネーション。いやー完全にもう新設のペースになってしまいましたね。完全に流れは新設になってきました。今だってネットの真上、本当にギリギリのところですからね。得点9対3。あれはタッチネットがありました。新日鉄にタッチネットです。江原よく引っ張った、つないだ、なんとか上げた、ブロックはアウトです。いややっと行って取りましたね、はい、やはりこのこういうケースの中で富士フィルムはやはりまとめてですね、2戦3戦という取るケースをそれから2回ぐらい続けるとね、はい、点数が追いついていくんですよね。ノーマーク、ダイレクトで返ったところ上田、松本君がいいレシーブで上げたんですけどね、ちょっとネットを越えてしまいましたね。だ富士フィルムはちょっとついてないっていう感じしますね、今のところ。時間差、それも捕まった。真鍋は誰を使うか、フェイント、上田です。やはりこの前衛に上田がいますと本当に引っ掛け回されると言いますかね。そうですね、影山足の長いスパイク、コーナーギリギリに決めました。第2セットもなんとか富士フイルム、ここから追い上げなるか。得点は10対4。バックアタック中内、決まりました。ブロックを突き破った。サーブレシーブが今ちょっと乱れたんですけどね、それをうまくこう長い手につないで、これで決められてしまいますからね、はい、フリフィルムとしてはなかなか得点するチャンスが生まれてきませんね。そうですね、なんとかしなくてはというところなんですが、影山が切り返します。得点は10対4。早々と新日ですが2桁に点数を伸ばしています。小野です。移動攻撃、183cm の小野、しかしこの人はジャンプ力がなんと1メートル近くもあるということで、今年はもう大車輪の活躍をしています。センターから松本、こういったキレのいい攻撃が続くといいんですかね。そうですね、で今はここでやっとこうサイドアウト、サイドアウトという形になりました、はい、これから富士フィルムがどういう形で得点を取っていくかね。第1セットの中盤もサイドアウトが17回続きましたし、はい、それだけ粘れる力はありますので、粘りの中から得点に結びつけることができるかどうか。
からそういうサイドアウトをこう繰り返しているときにどちらが先に1点取るか、はい、それでその後続いてくるんですよね。松本苦しいときにこの松本が切り返していきます。時間差、中市拾っている、ネットに近い、押し合い、中市オーバーネット。米山君がうまくギリギリのところをトップ上げたんですよね、はい、それにオーバーしてパッとしまったんですね。ダイレクトで返ってきました。ブロッキー勝っている、ダイレクト決まりました。ああ、叩き込んだ、富士が2点取りましたね。はい、だから10対6。田原さん、はい、富士フィルムの追い上げが始まりましたが ね、今日はそのコート上の選手以外にベンチの控えの選手も大変燃えてましてね、もう得点とかスパイクが決まりますとですね、はい、もう立ち上がってウォーという歓声を上げましてね、何事が起こったかというこのぐらいの気合を入れて選手に声をかけてますね。それから応援団の方もですね、はい、今日はまああの関東地方小田原足柄の方から35人ぐらい来てましてね、はい、で地元から150人ぐらいと広島から、で総勢200人ぐらいということでね、いつもより50人も多い応援団だそうです。あ、そうですか。もうこうなりますとベンチもそれから応援席も4強入りへというね、そうですね、燃えますね。でベンチの方もね、今ルールがちょっとあの変わりましてね、はい、前はあのベンチから応援しちゃいけないということだったんですが、立って応援してもいいということになりましたのでね、みんなでやっぱりあの一丸となってベンチとコートと一緒になって戦ってますね。はい、さあ突き返して羽巻き入った、コーナーギリギリいっぱいですね。先ほどはああいった足の長いスパイクアウトになるけど、ね、多かったですね、ちょっとしたらこう流れ変わりますかね、こちらは井原監督です。富士フイルムの井原監督、まあ、この広島が地元ということもありまして、まあ、ちょっとプレッシャーはかかるんだという話はしてましたけれどもね、4強入りをかけて広島に乗り込んできました。中内拾っている、バックで上げた、影山決めた、いいトスが上がりましたよ。今松本君もね、影山君も立派、これです。徐々に点数を取り始めましたね、藤井君が、はい、粘って粘っていけばいいわけですからね。これもいい粘りだ。さあそして影山今度は止められた、上田です。はい、この辺はやっぱり上田君ですね、さすがに手を続けて決めさせませんでしたね。そうですね、この辺がやっぱりあの新日鉄の強さなんでしょうね。そう簡単に連続ポイントは許せません。もう一度影山、今度はフェイント、あ、いない、つなげない、影山が上手いところにフェイントを落としました。得点は10対7、3点差追い上げてきました富士フイルム。時間差をの上田が劣り、そして小川割り込みました。今シーズンリーグ3年目でレギュラー出場を果たしております小野。松本、真鍋は誰を使う、中井、バックライトから筋の壁を突き破りました。追い上げられて、あわやっていうところでやはり中井がパッと切ってしまいますね。そうですね、この辺はさすがに個々の力というものも十分に見せつけます。イギリスには紅茶を完成する人が、終盤追い上げなるか、富士フイルム、キャプテンの熊田決めました。2本続けてようやくこの熊田のガッツポーズが出てきました。11対8、さあこのセットはどうでしょうか、ここから、ここからですね、もう1本筋は欲しいですね、もう1点。さあどうでしょうか、ブロックなるか、拾っている、熊田返した、繋いでくる新日鉄、そして中内、この辺はさすがに1枚上手というところでしょうか、ね、それがやっぱり新日鉄の強さですね。これも苦しい場面だったんですけどね、またいいストレートを打ってます。11対8、3点を追う富士フイルム。
自力で勝る新日鉄が富士フイルムを突き放すのか。第1セットは15対7、新日鉄が取っています。よく拾った、投げている、跳ね巻き、ネットを越えない。確かに難しい体勢でしたがね。そうですね、やはりあの難しい体勢でこういう場面ではこのくらいの力で打てば、ミスをしないというところのやっぱ判断がですね、その若さでできないんですよね。そのために強引に打ってしまって、まあ、ミスを仕掛けたということだと思いますね。まだ気持ちも何かこう決めてやろうっていうようなね、あったんでしょうかね。サイドアウト、サーブ権は富士フィルムです。上で待ってました。上田君、得意のクイック、半打ちですね。プルッと体を半分半回転してね、完全にブロックをこう体の向きだけで外してますね、水橋。こちらもベテラン、お返し。上田が打てば水橋が打つ。このセッター真鍋は今度は誰を使うのか、お、3ポイント、金巻に3ポイント、11対9。さあ1点を返しました。さあ詰め寄られたところで新日鉄はこの試合初めてのタイムアウトを取りました。新日鉄の尾形監督、監督就任1年目の今年のリーグ。点差に富士フイルムが詰め寄ってきました。このセット、ここからあるいは追いついて逆転ということになりますと、また試合の流れ分からなくなりますね。そうですね。でこのセットは本当にあの新日鉄が楽にこう逃げていってですね、はい、中盤まで大量得点リードしてたんですよね。でも富士フイルムがすぐにパッとこう切り替わってきましたね、後半が。第2セット中盤に差し掛かるところで富士フイルムが果敢に追い上げてきております。得点は2点差、11対9。中垣内のバックアタック拾った、三橋が上げる、影山決まった、ブロックの上から。さあ富士フイルムのペースになっていくのか。エースの影山、いいところで決めました。榊原がコートに戻りました。新日鉄その差1点、富士フイルムのサーブが続きます。同点になるか、手には当たっていた。ブロック止めることはできませんでしたが、なんとか中垣内のブロック、スパイク阻止しようという富士フイルム。追い上げる富士フイルムを新日鉄が突き放しにかかります。その主役はやっぱりこの人ですね。そうですね、もうそういう場面というのは全部中垣内の決めてますね、はい、そしてこちらも影山で体勢立て直しになるか。繋いだ、米山が上げて3回目、ソフトアタックに切り替えた影山、それを拾っている。中垣内のバックアタック拾っている、米山が上げた、速攻決まった、2回影山がダメならこの人がいる。若手のエースの影山、そしてベテランの柱三橋。いやあの中垣君の攻撃をレシーブで切り返してきましたね。はい、ああやって、おっとボールは生きている。真鍋は誰を使うか、ライトブロックはアウト。影山がスパイクにブロックに、動きも本当に俊敏になってきましたね、得点は2点差、富士フイルム2点を追い上げます。時間差、松本。さあここでまた一つポイントを加えたいところ、ここでまだ真鍋君が誰のどんなアタックを使っていきますかね。中垣内です、スパイクアウト。さあ1点追加、12対11、1点差、富士フイルムが追い上げてきました。いや長谷口さん、本当に珍しいスパイクミスが出ましたね。ほとんどミスなかったですよね。そうですね、逆に言うと富士フイルムはチャンス。中谷止めた、ブロックはアウト。
ブロックアウト。米山が飛びに行きましたがブロックはアウト。第2セットの終盤、競り合いになってきました。松本の時間差、取り時間差。これはもう松本君のあの家芸ですね、はい、得意中の得意。どうだという感じですね、さあここで同点に追いつくチャンスを迎えましたフルフィルム。止めた、沼田が止めた。12対12、同点。いやー今真鍋君は長谷内君にパスを上げませんでしたけどね、はい、これをこの熊田、中井、これはすごい、これはもう文句ありません、はい、コースのど真ん中で打ち取りましたね、はい、もう顔つきが決まってますね、今のスパイクは。そうですね、はい、中井が燃えてきました。アウト、よく見ました。このサーブはアウト。12対12、同点。第2セットの終盤、松本のサーブ、前衛には富士フイルム三橋、まだ飛びます。ブロック来ました、三橋のブロック。大事なところです、ベテランが頑張ります。12対13、逆転しました富士フイルム。さあこのセットはもう早くも新日鉄が2回目のタイムアウトを取っています。尾形監督の表情を見てどうですか。ちょっとあれおかしいなという感じに見えるんですか。そうですね、あのそれだけ、ね、この第2セット前半飛ばした新日鉄が、富士の粘りにあって、はい、徐々に徐々にじりじり追い上げられてきた。そしてギリギリのところで、エースの中垣内君が1本のスパイクミスと、はい、それからブロックでシャットアウトをした。この2本で富士が逆転しちゃったわけですね。だから富士にとっては一番いい形で今逆転している、で新日鉄はここで次誰の攻撃を真鍋君が使うか、はい、これが非常に大事になってくると思うんですね、追い上げられて逆転されてまた再逆転して新日鉄で逃げ切るのか、はい、この逆転の絶好のチャンスを確実にものにするのか富士フィルムがね、はい、さあどうなるか。中が入ってきました。さあ広さんチャンス、富士フィルム影山来ました。14点目。いや完全に形が逆になりましたね。タッパーの2本のスパイクは平成逆転。苦しんでいた、苦しんでいたその富士フィルムがセットポイントを迎えました。アウトだ、アウト。第2セットは最後中井のスパイクがアウト。15対12、富士フイルムが取りました。さあ第2セット終わったところでセットカウントは1対1。面白くなりましたね。そうですね、これで分からなくなりましたね。さあこの試合もつれにもつれてきました。いやそれにしてもこの第2セットの中盤からね、富士フイルムのじっくり粘って1点1点ずつ積み上げていく粘り、これがやっぱりすごかったですね、はい。さあそうなるとこの後が楽しみです。どうなりますか。ヤクルトの脇田です。毎日決まった時間にお伺いしているから私が時計代わりになっているんですって。なんだか嬉しいですよね。ヤクルト、今日はここまで話しましょう。いやせめてここまで話そうや。あなたってそんなに。広島サンプラザ体育館で行われております新日鉄ブレイザーズと富士フイルムプラネットの対戦は2点3点の大激戦。観衆も大いに沸いております。いよいよ最終フルセット第5セットを迎えました。第1セットは15対7、新日鉄。第2セットは富士フイルムが15対12で取りました。さらに第3セットは逆に新日鉄が取り返して15対11。第4セットは富士フイルムが15対10で取っております。さあ泣いても笑ってもこれが最後第5セットです。この試合に勝って4強入りを目指す富士フイルムプラネット。さあ新日鉄ブレイザーズをブラストとができるか。この第5セットはラリーポイントシステムですから、はい、サーブ権のあるなしに関わらず全て得点になりますね。ますからね、はい、ここで、一番注意しなくてはいけないことは何でしょうか。やはり、ね、あのミスですね、はい、一番大事なことは自分のところでミスをして相手に点をやってしまう、はい、これが一番もうダメですね、はい。まあ、そうするとどこまで慎重にかつ大胆に攻めていけるか。そうです。得点は1対1。小野のサーブ、
三沢決めた、2点目。どうですか、ここまでの試合の流れとしてはどちらに分がありますか。いや、もう全く分かりませんね。はい、これもうあの途中でですね、とにかくサーブ権を持っている時に1点でも2点でもどちらが取るか、それで勝負が決まってきますからね。はい、あ、さあ藤井が最初のチャンスが来ました。影山拾っている、真鍋が江原に上げた、フェイントワンタッチあり、江原君の上手ですね。2対2の同点です。田原さん、はい、富士フェイルの井原監督ですがね、もうここまで来たら気迫で向かってくるしょうがないんだと、私は選手を信頼していますと、こういうことですかね。はい、なるほど。あの普段無口で冷静な井原監督なんですが、今も立ち上がってましたもんね。はいはいはい、やはり東出さん、そのあたり富士フィールドのベンチはいつもと違いますかね。そうですね、もう選手はもう本当に気迫で燃えてますしね、一方あのベンチの選手も大いにこう盛り上げてます。あ、そうですか。その中で井原監督だけがね、非常にこう厳しい雰囲気でね、何者にもこう寄せ付けないんだという、そういう厳しさがもう漂ってますね。そうですか。さあ4強入りになるのか、富士フィルム影山が決めました。4対3、痛めた膝、その痛み全く感じないですね。そうですね、もうお互いにサイドアウトでずっとここまで来てますからね、はい、どこでどういうプレーが出てバランスが崩れるのかね。真鍋が2アタックを見せました。得点は4対4です。前半からシーソーゲーム、本当にこの日本リーグを代表する新日鉄サーブゲーム。あー、サーブポイント、サーブミスですね。いやポイント富士フィルム、それでも1点に富士フィルム入ってしまいますよね。怖いですね。はい、中垣内のスパイクが決まりました。点を取り返しています。5対5、日本リーグの頂点を、まあ、本当に競り合っていた新日鉄と富士フイルム、その伝統の一戦にふさわしい激戦になりましたね。あー、取れた。サーブミス、2本連続ですね。こういったミスで流れが変わるということはありますか。十分ありえますけどね。これで富士フィルムが1点有利になったということですね。広島出身の井原監督、この地元で4強入りを決めるのか。ブロックは吸い込み、7対6。赤木原も闘志が顔に現れています。松本、今日はこの松本のセンターからのクイック、やっぱりね、もう体全体でね、気迫がやっぱりこう現れてるって感じしますね。さあ、この松本のスパイク、8点目が入りますので、ショートチェンジです。得点は8対6、富士フイルムが2点をリード。さあ、このまま勢いに乗っていきますかね、どうでしょう。あとはもう、富士フイルムがミスをしないことでしょうね。はい、自分のところでミスをしてしまう点数を与えちゃうと逆転しますけどね。そうですね、まあ、ただでさえ新日鉄の場合は中垣内がいる、上田がいる、そして小野も今日当たってますね。攻撃力があります。中垣内に上がった、3枚のブロックを突き破る。中垣内も気迫が顔に出ています。そうですね、いや、何かの日本リーグというよりは国際試合のようなね。ドリブル、ドリブルがありました。新日鉄富士フイルム9対7、2点をリード。昨日も新日鉄は JT にフルセットで負けていますからね。そうですね、どうでしょうか、そういった影響っていうのはありますか。フルセットになるとどうかなというような。おー、決まった、10点目。さあ、それで2点リードしたことになるんですよね、富士フイルムが。10対7。さあ、これで新日鉄1回目のタイムアウトです。尾形監督もこれは意外な展開なんじゃないですか。でしょうね、全くなんか昨日と同じような感じになってきましたね。最後競り合って、そして JT に負けました。このフルセットで昨日嫌な負け方をしているだけに、はい、今日はこう締めていかなくてはいけないんですよね。もうここからですとね、お互いにサーブ権を取り合って5回過ぎると終わりになってしまう、はい、その5回の中で
チャンスを生かさなきゃいけない、そのためにはもう絶対に守っちゃいけないですね、新日鉄は、はい、とにかく攻めて、1点でも2点でも取るという工夫をしなきゃいけない。この10対7得点の3点リードというのはどうでしょうか。これはもう大きいですよ、はい、中内ブロック取れた、三橋大黒柱の三橋止めました、4強入り、この人でまず大きくリード、11対7、それでもう新日鉄のチャンスはあと4回しかなくなりましたからね。逆にこっちも切り返す、10番の榊原194センチ高さを生かしました、11対8、おっとこれはコンビが合わない、影山が今合わなかった瞬間も本当に怒りをあらわにしました。それで1回またチャンスが来ましたね、はい、11対9、ちょっとこれミスが出たところで井原監督タイムアウトです。迷うな迷うな、よな、いいからいいから、次のこと感じたいのことで、リズムとしては今いい感じで来ているんですよね、大勢繰り出しました富士フイルムの応援団、その応援届いて4強入り果たすのか、影山が打つ、そして三橋が守る、セッターの米山は誰よりもこの試合に闘志を燃やしていました。11対9、2点のリード、ジフルもまたここでね、あの2点リードしてるわけですからね、三橋決めました、あ、アウト、サイドラインはありましたね、アウトです。11対10、さあこれでまた分からなくなりました、1点差ですね、サイドアウト制でいきますと今現在ね、3対2で富士が1点リードという場面ですね。あ、ここで種まき、12対10、このまま逃げ切れるのか、上田拾った、熊田が上げる、影山最後決まった、ワンタッチあり、13点目が入った、13対10、影山が踏ん張る、さあここで、すごいですね今、2回目のタイムアウト、新日鉄、新日鉄はどうですか、なんとなくこう歯車が噛み合わないというような、本当にそんな感じですね、それよりもやはり富士フイルムの気迫に圧倒されているというところじゃないですかね、まあ、力の差はかなりあるとは言われていましたけれども、しかし気迫でこれだけ盛り立てて、ただね、後半のね、富士フイルムは決してその弱いチームじゃないですよね、非常にいい形になってきてましたからね、本当にその波にそのまま乗っていますね、米山に変えてワンポイントブロッカー総止めを入れました、前衛が高くなっています、総止め、影山、三橋といいます、ブロックが出るか、さすがに中がいい、それで新日鉄はね、もうあと2回しかチャンスがないんですよ、2回のサーブを打ってる間に2点を取らなきゃいけないという場面ですね、富士フイルムはこの中垣のサーブをきちっとサイドアウト取ればもう先が決まってきますね、さあ取った、はい、14対11、これで9割近く富士フイルムの先が決まってきますね、はい、マッチポイントを迎えました、さあ三橋にも初めて笑顔がこぼれました、最後はどうする、中垣拾った、米山があそこまで落ちてきた、すごい気迫ですよ本当に、この米山が全てを表しています、はい、今はね、あの観覧席まで飛び込んでいってボールをつないでもね、いいことになってるんですよね、ルールの上から、そうですね、タイムを決めてやろう、つないでやろうという米山、さあそれがウィニングポイントになりますかね、富士フイルムにとって、おっと、そして影山ライトから決まった、決まった、最後は影山のスパイク、15対12、セットカウント3対2、富士フイルムは最後の土俵際踏ん張りました、4強入りを果たしました、いやー、これはもう富士フイルムの執念の一勝ですね、そうですね、もう本当にこの試合はどうなるかと思いましたが、本当に素晴らしい試合をしました、今日の富士フイルムは、これは富士フイルムの本当に執念でしょうかね。
特にこの米山は最後まで負けたくないんだということを言っておりましたが、最後の10年、そして影山もよく打ちましたね。ミステスもね、決してその今日は出来の悪い試合ではなかったと思いますよね、はい、それ以上に富士フイルムの4強入りにかけた10年、それがやっぱりこの試合の勝利に呼び込んだんでしょうね。そうですね、これで、富士フイルムが4強入りが決まりました。そうしますと上位4チームというのは、日本電機、新日鉄、そしてサントリー、はい、この富士フイルムと4チームということになりますね。それから今日は、個人賞も決まります。